皆さん、こんにちは。ただいまから、土地活用プランナーの試験対策講座を始めてまいります。担当は講師の平柳と申します。よろしくお願いいたします。さて、これからですね、土地活用プランナー試験に向けましての試験対策講座というものをやってまいります。テキストはお手持ちのものですね、3分冊ございますけれども、上巻それから中巻それから下巻の3冊ですね。 でこれからですねその3冊の内容に関しまして、まあ、本試験でですねどういうところがどういう形で出題される可能性があるのかということを踏まえまして講義の方をしてまいりたいと思います。 で内容的にはです、ね、分量が非常に多いですので、まあ、の講義時間が極めて限られています関係ですべての内容をです、ね、一言一句確認するというのは到底できませんしたがいまして私はです、ね、講師としてここにおりますであので協会の方からです、ね、過去に出題された本試験の問題、まあ、どういう問題が出題されているのかということについては確認をしてですね 見させてもらってますのでそれを元にしましてこういうところが結構集中的に出てるなとかあるいはここはもう出てないので読み流すだけでいいなというところをちょっとメリハリをつけまして講義の方をしてまいりたいと思います。 でえっと、あのこのです、ね、土地活用プランナーは、まあ、あの国家通常のいわゆる不動産系の国家資格と違いまして過去問が公表はされていません、まあ、ですから皆さんがなかなかちょっと勉強しづらいというところはあると思うんですけれども、まあ、先ほど言いましたような形で過去の本試験の問題があのを見ますと、ね、結構集中的に出ているところがやっぱりあって。 でそれは逆に言いますと、過去問自体をです、ね、公表してしまいますと、まあ、まあ勉強する人がそこだけしか勉強しなくなってしまいまして、あまりまあ資格試験としての意味がなくなってしまうということが、おそらく協ああ会がです、ね、過去問を公表していない理由なのかなというふうに思います。まあ、そういう観点から、試験対策講座としましては、まあ、そこをきちんとです、ね、生かした上で、まああで、内容的にですね重要な部分、これはつまり試験に直結する部分というところを絞って話をしていきたいと思いますので、頑張ってついてきてください。 でまあ、その分、ですね、えー、とテキストの分量が多い関係でページは結構飛びます、まあ、例えば最初にですねこのページの学習項目をやりましたらそしたら少しページだいぶ飛んで。 次にあの試験に出題されるところまで間が空いている部分につきましてはじゃあここはちょっと飛ばしておいて次にこのページに飛んでくださいというふうに指示をしていきますのでちょっとテキストの中で講義中に扱っていく部分はとびとびにはなっていきますけれども私が講義中に話した内容の部分というのは過去の本試験でもですね重点的に問われている部分これが中心だということになりますのでそういう形でご理解ください。 でそれからですねあのこのテキストは、えー、まあ大きくですね法令編とそれから実務編という形でも分かれています。まあ、上官がですね第1編から第5編までありましてこちらがいわゆる法令編という形ですで後半といいますかねあの実務編がまあ2つに分かれていて中間と下巻が実務編という形になっています。 で試験対策としましては、まあ、40問の試験ということになりますけれども、えー、前半部分のですね法令編のところと,、えー、と,とそれからあとは、えー、実務編のところでちょっと問題の割り振りが少し違っていてで、まあ、上巻部分、まあ、第1分冊ですね上巻部分についての法令編はですねだい大体まあ16問ぐらいですかね40問のうちの16問ぐらいの出題というイメージです。で他方で まあ後半といいますか実務編中間と下巻の部分ということになりますけど中間と下巻が担当になっている実務編につきましてはだいたい40問のうちですね24問ぐらいの出題というふうなイメージということでえまああの問題の割り振りもですねそれぞれちょっとありますので確認はしておきましょう。 変、えっと立,ま立,ね、立てとしましては常駐、まあ、下巻通しまして全部で14編ですね第1編から第14編まであるという形になっていますけれどもでその内容に関しましてはですねその各編ごとにバランスよく問題が出題されています、まあ、もちろんそのページの分量が多い編なんかはその分数がですね問題数出題されている数が多かったりするところもありますけれども、まあ、大体、編ごとにですね あの各編とも問題が全く出ない編というのは存在をしていなくって基本的に各編からですねそれぞれ出てくるとただその編ごとに問題としての出題数がまあ若干違うということになりますで私が講義中にもですねその話はしておきます例えば第1編からはだいたい例年何問ぐらい出ますよとか第2編からは何問ぐらい出ますよということの話をいたしますので、まあ、それもですね学習をする時のメリハリの参考にしていただければ良いかなというところです。 さあ、えー、それではですね、早速ですけれども、内容の方に入ってまいりましょう。では、まず最初はですね、上巻のところですね、土地化スプランナーの上巻のところをご覧いただきまして、えー、上巻のうちのですね、第一編ですね、えー、法令編の中でのですね、総論というところを見ていただきたいと思います。えー、こちらをご覧ください。 はい、でこの第1編、総論についてなんですけれども、試験での出題としましては、ですねこの第1編はだいたい3問程度ですね、例年3問程度の出題がこの第1編からなされているということだと思ってください。で、まず最初に見ていただきたいところなんですけれども、2ページ目ですね、ここからが具体的な内容ということになりますが、土地活用と土地活用プランナーの役割ということですね。

そこにちょっとですね焦点を絞って割り切った形でいきたいと思います、はい。ということで2ページ最初は土地活用と土地活用プランナーの役割というところですけれども、まあ、冒頭のところに本省のポイントというのがありますのでこれは各自簡単に確認をしてください。 でまず1番のところ、その下ですね、1番の34数字、1番のところで、土地活用の意義という話がありますが、土地活用というのは、ひ一言で言えば、所有する有給地などの低未利用地ですね、これを収益資産として有効活用することだということになっていますま。これは最初の土地活用って何なのという話が書いてあるだけですので、簡単に確認をしていただくと良いと思います。試験対策としてちょっと注意していただきたいところは、 ページ少し飛びますが4ページに飛んでいただきまして4ページの2番目ですね4ページ真ん中あたりの大きな2番土地活用プランナーの氏名とそれから心構えというのがありますけれどもこの氏名と心構えのところはですね例年出題の対象となっていますのでこの大きな2番のところですねこれについてはチェックをちょっとしていただいてしっかりと読み込むというふうな作業をしておいてください。 まあ、テキストの表現そのものからですね出題されることも結構多いですので、まあ、読んでおくだけでもだいぶ違いますよということだと思ってください。でこれ4ページのところで土地活用プランナーの使命と心構えというのがありまして、まあ、以下土地活用プランナーというのが何なのとかっていう話が書いてあります。で簡単に言ってしまいますとね、まあの内容を詳しくは後でお読みいただければ良いんですけれど土地活用プランナーっていうのは基本的に土地オーナーに寄り添いながら専門知識だとか経験だとかっていうのをですね駆使をして土地活用の事業をですね成功へと導 スペシャリストだということになっています。 でここで試験で出題される視点としてちょっとしておいていただきたいんですけれど、まあ、幅広い分野ですね非常に幅広い分野に関して都市活用プランナーというのは取り扱っていくというふうなことになるんですけれどもここで求められているのはいわゆるですね各専門分野自体についてのスペシャリストとしての知識というよりはいろいろコーディネートをするということを前提にしたジェネラリストつまり基本的に幅広い知識をですね持っているということが重要とされていましてその全部の分野について専門 専門的な知識を全て持つっていうことはこれはもう無理な話ということになりますから要するに各いろいろな専門知識を持っている企業を中心としたようなですね各専門家ときちんとつなげてです、ね、つながってそして土地活用全体としてですねうまくですね導いていくというふうなコーディネートをする力というものが要求されているのだということそういうふうな役割が土地活動プランナーなんですよっていうことをですね試験ではよく聞かれています。まあ、ダイレクトにそののの話が現れてくるのは2段落目のところですね 土地活用プランナーは、土地活用プロジェクトの全体を統率をして、必要に応じてさまざまな専門家と連携をしつつ、プロジェクトを成功へ導く、すね優れたコーディネーターとしての役割、これを果たすんですということになっていて、この部分は試験ではよく聞かれる話になりますので、きちんと確認をしておきましょう。 はい続けて今度はですね5ページ目ご覧いただきまして5ページの真ん中辺りで2番土地活用プランナーの氏名ですねこれもまあ土地活用プランナーの氏名と心構えの内容の一部ということになりますのでえもう当然ですけれどもこの辺もきちんと読んではおいてくださいで内容としては基本的に土地活用に関わる人を幸せにしましょうというふうな視点で文章が書かれていますのでそれを念頭にお読みいただければ良いかなというところです で次にちょっと試験での視点として注意していただきたいのが、えー、とごめんなさい7ページ目ですね7ページ目をご覧いただきまして7ページの括弧2番です長期的視点の重要性というのがありますね、えー、これも試験ではよく出題をされています長期的視点の重要性です。 で書いてある内容は何なのかと言いますと冒頭のところまず見ていただきますとねこれからは10年後、20年後30年後を見据えた土地活用が必須となりますということになっていてで、まあ、あの土地活用に関してはいろんな法令ですとか税制も様々改定されたりしていますよとでそういう点で最新で正確な情報を土地オーナーに提供していかなきゃいけませんよということが書かれています。 でこの長期的視点というものを念頭に置いた文章が毎日、まあ、ずっと続くわけですけれど、まあ、詳しくはですねお読みいただければ良いんですがえポイントになるところは何なのかと言いますと長期的視点というのはですね本当に例えば短期としての1年、2年、3年というレベルではなくて先ほど書いてあったように10年とか20年とかという単位でのまあ長期的な視点だということでさらにはということですがその最初にですね土地活用をまあ持ちあの要するに、えー、とまあお願いをしてきた土地のオーナーさんだけではなくて その土地オーナーが例えば亡くなったりした後にはですねそのまあ業務、事業ですねその内容がまあ子どもですとかにですね受け継がれていくつまり相続ですよねそういう相続対策といったような次世代にですねつながるまあ土地活用も含めての長期的なですね、えー 視点というものが重要になっているんだということこれがですね試験では結構よく出題されているところではありますのでその点をきちんと確認をしてください。まあ、もう一度話をしますと,とあの長期的な視点というのは単に数年といった単位のものではなくて10年20年30年といった単位のものでありさらには土地オーナー自身のですねまあその土地オーナー自身についてだけではなくて土地オーナーが亡くなった後の子供だとかあるいは 孫といったところも含めた事業承継ですよね相続を念頭に置いた形での土地活用というものも含めた長期的な視点というもので見ていかなければいけないのだということそういったところを意識をして押さえておきましょうということになりますはい、まあ、以上がですね第1章についての話ということになりますのでこれでまあ9ページのところまでは話としてお話をすべきところは終了ということになりますでは続きまして今度は10ページをご覧ください 10ページ第2章は、土地活用プランナーの業務フローということですね。で、これはどんな業務がですね、土地活用におきましては発生をして、で、どの段階でどんなことをしなきゃいけないのかという話がですね、ここでの章の内容ということになります。まあ、つまり全体像というものが重要ですよということになっているわけですね。で、まあ、詳細に関する概要につきましてはですね、まあ、12ページをちょっとご覧いただきますと、12ページのところに表があります。 でこの表が、まあ、土地活用をする上におきまして事業収支計画書を作成するまでの業務フローの概要ということになりますので、まあ、あの具体的なイメージを持って見るためにですね上の方で土地オーナーさんから話,を話が来たときにオーナーさんのですね特性をヒアリングをしそれから土地活用の目的を確認していく。 それから所有不動産についての調査をし土地の調査をしさらには下の方に移りましてマーケティング、資産評価土地活用のメニューの検討設計、使用工事費それから事業収支計画書という形で流れていくと。 でそれぞれのですね段階におきまして、まあ、やるべきことというのがさらにその右側のところに細かく書いてありますのでねこれはあの直接試験で聞かれるということではありませんけれども、まあ、土地活用プランニングに関しての全体像の話ということになりますのでそこをちょっと確認をしておきましょうということです。はい、でこの第2章におきまして試験でポイントになりうるところが次のページ13ページのところの34数字2番ですね土地活用プランニングの3つのポイントというのがあります。 でこの3つのポイントについては図がありますけれどこの図は必ず頭に入れておいてください調査段階から企画書の作成までは次の3つのポイントを念頭に置くということになっていますねで具体的な3つのポイントはまず一、掃除業費を正確に捉えると掃除、まあ、業費は建築費の1.2倍程度というふうにです、ねまああのまあ、いわゆる相場的な形ですね想定,されて想定されて見込むということになります、はい、それから二番収入家賃を健全に捉えるということですね で健全に捉えるということの意味はまた後々のテキストのところで出てきますからそこで話はいたしますけれど、まあ、簡単に言いますと収入入家賃をを健全にに捉えるるるっっっててていうのは入ってくるお金をシビアに見るってことですね、まあ、多分このぐらいは入ってくるだろうみたいな甘い形で見るんではなくってえ厳しい状態で物件に関して見ていってでえ、まあ、家賃が下落していったりするかもしれないそれから空室が発生するかもしれないとかっていうふうなリスクをきちんと評価した上で収入家賃を健全に捉えていきましょうというのが2番の話です。 ということです はい、それから続けて ③、丸三番支出ですね、返済とか経費、これを手堅く捉えるということ、でこの手堅くというのをまた後で出てきますから、そこで話はいたしますけれども、え手堅くというのは具体的にどういうことかというと、こっちもですね、失踪するときには多めに見ていくということ、まあ、あ,のある意味ではシビアということになるんですけれど支出を多めに見込んでいくということによって、まああの、実態をきちんとですね健全な形で運営ができるようにしましょうということにするわけですね。でですかからこれもあんまりお金が出ていかないといななとううような想定では はまあ,あの突然ですね大きなお金が出てったりするような修繕の話なんかもあったりしますんでねえそういうことが発生しては困りますからということでまあ、支出についてもですねえきちんとですね見込んでいくとでこのきちんとというのはまあ、少し多めに見込むぐらいのですねイメージでやっていきましょうという話になってくるわけですまあ、これが土地活用プランニングの3つのポイントだということになりますさあそれでは続きまして今度は14ページで第3章に移りますね 第3章は土地活用にまつわる市場の動向というものですで内容としましてはですねここは下の方に移っていただいて1番地価の動向で1番地価の種類と算定方法というのがありますねでその中で括弧1地価の種類というのがありますこの括弧1番は試験では非常によく出題をされます地価の種類です でこの地価の種類っていうのは簡単に言いますと一物5価と言いまして1つのですね不動産に関しては5種類の価格というものがあると言われているとでその5種類の価格の説明が以下14ページの下からですね、えー、続いていくわけですねでまずえ大きく見ちゃいますけども丸一番実勢価格ですね丸一番実勢価格それから次のページに移っていただいて15ページの方で丸2工事価格 丸三基準値価格、それから丸四路線価という形になってますね。でさらに次のページ16ページのところで最後に丸五固定資産税評価額。これでまあ一物五価ですね。五つの価格に関する説明ということになります。 で時間の関係で一つ一つの内容について細々見てはいけませんがえここが出題されるポイントは何かといいますと各でですすね5つのの価格に関しての定義です例えば実勢価格とはこれこれとか固定資産税評価額とはこれこれっていうふうな定義をですね出題をしてそしてまあそれが内容として適切かどうかっていうことを丸か×かで判断をさせるってやつですね、まあ、そういうふうな出題が定番ということになりますからえ皆さんはここは各価格に関してのですね冒頭に書いてあるような定義の部分あるいは説明の部分を 確認をしていただきたいということになります。 で通常ですね定義系の問題というものを試験で出題される場合というのは、まあ、あの定義の中身自体を動かしたりするという例えばその定義の中に含まれているですね何月何日時点の価格なのかというふうな数字を動かしたりするというふうな、まあ、それをあの要するに変えたりして丸の「丸の正しい記述を×の選択肢にするとかっていうふうな手法も取られますしさらには定義そのものを別のですね言葉の定義と入れ替えるというものもあったりします。でですすから例えばとととといいいううことで言いますと価格とはっていううな問題にして 例えてその次の基準値価格に関する説明を書いておいて罰ですよとうう判断できるかどうかをですね等とかですね、まあ、そういう形で定義そのものは定義の内容そのものがですね一部修正されて罰の選択肢にされたりとかあるいは別の定義と定義を入れ替えることで罰の選択肢を作るとかっていう,ふうな作り方が定番になっていますので、まあ、そういうものに対処できるような形でということで各価格についてのですね内容の説明確認をしておいていただきたいと思います。 はいまあ、以上がこここまででの内容とということでしたさあそれから次にですね見ていただきたいところが17ページ、これも試験ではよく出題をされます。17ページの2番目、地価の算定方法というのがありますね。そちらをちょっとご覧ください。地下の算定方法です でこの地下の算定方法につきましては一般にということで三、えー、者の相関結合によって生ずる価値というものを貨幣学で表したものだというふうな説明がここではその下に書いてありますでその次のところに表がありますね、えー、これも定義ではよく出題をされます 地下の算定方法に関して、原価方式とは右側、取引事例比較法とは右側、収益還元法とは右側ということで、各定義がきちんとですね、判別できるかということを、これも試験ではよく出題をされますので、内容を確認をしておいてください、まあ。原価方式とはというふうに書いておいて、例えば収益還元法の定義を書いておいて、×とかっていう選択肢ですよね。まあ、そういうのが定番ということです。 はい、あともう一つですね、表の下をご覧いただきまして「なお」というのがありますが収益還元法ありますね。収益還元法には一定期間の準収益を還元利回りによって還元をする直接還元法というもの。 それから連続する複数の期間に発生する準収益と復帰価格を発生時期に応じて現在価値に割り引いてそれをまあ合計をする DCF いわゆるディスカウンティッド・キャッシュ・フローと言いますけれどもそういう方法の2つの方法がありますよということになっています。 さあこれもですね、まあ、中身は結構難しいところもありますのでこまごま立ち入る必要はないんですけれど今言った直接還元法と DCF 法というのは収益還元法の中の考え方の内容なんですよね。 ですからつまり収益還元法の中ここの表でいきますと一番下になりますがこれですね収益還元法の中が直接還元法と DCF 法というものがあるんですっていうところこれを押さえておいていただきたいんですでこの部分の定番の引っ掛けは何かというとこの直接還元法とですね DCF 法というものが原価方式の中にはっていうふうな形で原価方式の内容の説明として出されて罰とかっていう選択肢が結構見受けられますですから今言った直接還元法や DCF 法というのは まあ上の表の中で書いてある方法3つのうち収益還元法の中の内訳と言いますかね種類っていう形になりますのでそれをちょっと認識をしておいていただくと良いかなというところですはいまあ、以上がですねここまで17ページまでの内容ということでしたそれからですね今度はしばらくちょっとページが飛んでいきまして次にですねどこに行くかと言いますとよいしょ 日本の現状に関するですね内容のところの話に移っていきます。でページとしては、ちょっとページ少し飛びますけれども、29ページをご覧いただきたいんですが、29ページですね。29ページのところ、4番目で空き家の増加という話がありますね、29ページのところで空き家の増加です。 でこういうですね社会状況に関するトピックも聞かれたりすることはありますのでちょっと内容としては4番目の空き家の増加に関する話は、えー、意識をしておいてください近年、少しですね、えー、あの気をつけなければいけない内容にはなってきていますということですで、えー、まあ一番下のところにグラフがありますよねでこのグラフちょっと確認をしておきましょうグラフのところなんですけどもこういったグラフに関する記述というものもですね試験では聞かれたりすることがあります。 要は内容としてですね、えー、そのグラフの傾向です。具体的な数字自体の細かいですね、パーセンテージギリギリまでを覚えると、例えば、えー、そうですね、このグラフでいきますと、一番右側のところで、予測値として2033 20年だったら27.3%なのか、それとも26.9%なのかとかっていうふうな、そういう細かいところは聞きようがないわけですね。まあ、聞く意味もありませんから。ですから、何を注意していただきたいかというと、傾向として、このグラフ全体から読み取れる傾向として、 で空き家のです、ね、数というものが増えていくのか減っていくのか。 で、それから、空き家の割合がどうなっているのか、まあ、概略の数字ですね。例えば、えまあ、現在、2020年ぐらいということを前提にしますと、まあ、この13.6から19.4のところの間って形になってますから、まあ、2023年頃には19.4%ぐらいが想定されているってことになりますよね。で、そうすると、まあ、これ、要するに19.4なのか、19.3なのかとかって話はどうでもいい話で、そこではなくて、例えば、大体2割ぐらいがですね、ここでいうところの空き家率という形になってきますよと。2023 3年ぐらいだったらだいたい2割ぐらいがですね空き家の割合という形になってくるというそういう概略の数字ですね、えー、そこがまあポイントになってきますということですこれが例えば試験問題で2023年頃にはですね例えば4割の空き家率ですよって言われた時にはいや4割はいかないでしょっていうところになってくるとまあ、そういうふうなことが判断できれば良いのだということですねまあ、試験対策としてはということですはいまあ、そこをちょっと確認をしておきましょうということになります さあそれからですね続けてまた今度ちょっとページ飛びますけれどもえ次に重要な話がえ30ですねちょっと待ってくださいねよいしょ39ページの方になります。ページを見てみてみください 39ページご覧いただきまして6番目少子,化少子高齢化と今後の市場動向というのがありますねここはちょっと優先順位が高いところになりますのできちんと確認をしていただきたいと思います6番そのものですねこれ自体結構大きな意味を持つところですということです少子高齢化と今後の市場動向ですねでまず1番目でこれからのに日本人口の将来予測って話がありますでここからまたですねグラフが結構出てくるんですけれどこの39ページ からの6番の内容につきましては、えー、グラフに関する方向性が室内の定番という形になっています。グラフに関する方向性ですね。これが室内の定番ということになっていますので、それをちょっと意識をしながら見ていきましょう。でまず、最初の表ですが、39ページの真ん中の表をご覧いただきまして、えー、日本人口の将来推計というのがありますね。日本人口の将来推計です。 でこれまあ要するに、えー、2015年のところからですね、えー、2065、えー、年ですかね65年までのところでグラフがどうなっていくかというのを見ているわけですけれども、まあ、見ていきますと日本の将来人口の推計というのはずっと右肩下がりになってますよね右肩下がりになってますで、えー、50年ですね、まあ、2015年からの50年ということになりますけど50年で30.7%減少とあります この数数字字は重要度が高い数字です50年で減少でここも先ほどから話をしてますように30.7なのか30.6なのかとかって話はどうでもいい話であって問題は3割ぐらいってことですね3割ぐらい減少するのだっていうふうな概略の割合これがまあきちんと押さえておくべきポイントだということになります。 ですから、例えば今後50年間で10%程度減少,します減少すると推計されているだったら10%じゃなくてもっと多かったよなというふうなことが判断できれば良いということですね。まあ、試験の出題は大体そういう形での出題になっていますので10%ではないよとかそれから50%ではないよとかですねそういう3割ぐらいだというふうなその割合の概略これがきちんと抑えられているかということがポイントになりますのでそこを認識をしておいていただきたいということです。 はい、ということで、この日本の将来人口の推計についてはきちんと押さえておいてくださいね。それから次にということなんですけども、今度はですね、39、40ページの下ですね、40ページの下を見ていただきまして、生産年齢人口です。生産年齢人口というのは15歳から 64歳ということを前提にしますので、これもまず認識はしておいていただきたいのと、この生産年齢、人口の将来推計としましてはってことですが、まあ2015年から50年間で見ていきます。とえ、ここで41.4%減少となってますね。はい、これも今度は約4割ぐらいの減少ですよ。っていうことをまあ推計としてですけれども、認識をしておきましょうということになります。はい、よろしいですかね？ さあそしてもう一つちょっと気をつけていただきたいのが次41ページです41ページをご覧いただきまして41ページの4番急速に進行するですね高齢化社会という話が出てますけれども、えー、この中での一番下のグラフこれはよく引っ掛けで使われますので気をつけていただきたいと思います何が引っ掛けの対象かをこれからちょっと説明しますね、はい、でこのグラフを見ていただきますとこれどういうグラフになっているかというと棒グラフと折れ線グラフになってますよね でこれは高齢者人口に関するグラフという形になっているまあ推計のグラフということになっているんですけれどまあ今後50年間のってことですねでその場合に高齢者人口に関しての推計はというとこれ棒グラフの方は一旦上がって下がってますよねわかりますか棒グラフは一旦上がって下がっていますでそれに対して折れ線グラフはずっと右肩上がりですよねつまり 割合というか上がり方が、これ、棒グラフと折れ線グラフで違ってるんです。じゃあ棒グラフは何なのというと、これは棒グラフは万人ということ、つまり人数ですね。高齢者人口の人数が今後50年でどうなるかです。で、これは50年で高齢者人口の人数は上がるけれど、頭打ちになって下がるという推測ですね。他方で棒、棒線、折れ線グラフは何かといったら、折れ線グラフは比率なわけです。比率。 全人口に占める高齢者人口の割合ってことですね。で、割合はついて割合はずっと右肩上がりで増えていくってことになってるわけですね。推計としては。ですので、ここ、試験問題では、どちらが聞かれているかということをきちんと見極めなければいけません。つまり、高齢者人口の話が選択肢で聞かれているのか、比率の話が聞かれているのか、これ両方聞かれる場合もありますんでね。そこも合わせて注意なんですけれど、人口と比率では、今後50年での推移が違うってことです。 人口の話だったら一旦上がって頭打ちになって下がる、まあ、つまり全体としてのです、ね、日本の総人口が減っていくっていう風な話は さっきやった通りですから、それは当然高齢者の人口そのもの、数についてもそれが反映されるわけですよね。ですから、高齢者の人口も上がってでも下がるという話になってますと。他方で、割合に関しては、日本の総人口の中でどん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 高齢者の割合自体は増えていくんだということですね。で、これは今後50年変わらないことが想定されているということになるわけです。で、その辺をちょっと注意をしておきましょうというのがこの部分ということですね。 ですから、例えば、ということで言いますと、過去に出題された内容の概略でいきますとね、高齢者の人口も、それから高齢者の人口の全体に対する比率も、いずれも今後5年間でですね、増加をすることが見込まれていると。今後50年間ですね、50年間でずっと増加をすることが見込まれているっていうふうなところの選択肢が出てきたら、これは罰なわけです。比率に関しては増加が当然見込まれていますけれども、人数、人口に関しては上がって下がるわけですからね。そういったところをこのグラフからきちんと特徴を 書いておきましょうということがポイントになりますよということです。はい、まあ以上ですね。これが第一編に関しての総論としての内容お話をすべきところということでした。